吸も大事になりますが、回しは西川選手回して回して任せてくれ、気合入ってくるなんかもうね、目がね、槍を吸ってるぞと目が光って知らないよ、じゃあやってみたかった、やってみたかった、なるほど、はい、まあでもこれはね、白チーム11回でしたからね、それを超えられるかどうかで、はい、どうか、はい、もうね、西川選手と今、石川選手のね、はい、こちらです。きっちり作戦は立てたという感じでしょうかね。どの位置で飛ぶか、そのあたりも、それ大事ですよ、身長とかも、ね、考えながら、ね、また石川選手が帽子似合っててね。さあ、こういった、これはね、どういうふうに順番で飛ぶ時間というか、ポジショニングも大事になります。かなり、テレビに皆さん、話し合われておりますけれども。じゃあ練習です。練習いきますか。練習いきますよ。練習いきましょうか。練習です。練習です。はい、練習です。せーの。でも間違いないですね。でも間違いないですよ。やべやべとやべ。あ、上田さん、そのポイント数すげえ。一番上の十四点。十四点。はい。どうでしたか？引っかかるのかなかったんで、もうほぼ全力で飲んでました。